皆さん、こんにちは。今回は松田聖子さんについてお話ししていきたいと思います。松田聖子さんといえば1980年代を代表するアイドル歌手ですよね。デビュー曲の裸足の季節から始まり、風立ちぬ、赤いスイートピー、ガラスのリンゴなど数々のヒット曲を生み出してきました。聖子ちゃんカットと呼ばれる髪型が大流行したり、ぶりっ子キャラで人気を博したりと、まさに時代のカリスマでした。そんな松田聖子さんは1962年3月10日福岡県久留米市で生まれました。高校2年生の時にミスセブンティーンコンテスト九州地区大会に録音テープを送って予選通過したことがきっかけでデビューに至ったそうです。父親の猛反対によりデビューは厳しい状況だったようですが、絶対歌手になるという強い思いで説得し上京することになりました。デビュー当時の松田聖子さん、あどけなさが残る18歳、笑顔がとてもキュートで、今見返してもキュンとしてしまいますね。1980年代にはぶりっ子と言われる振る舞いで人気が急上昇。聖子ちゃんカットと呼ばれるふわっとした髪型が大流行しました。アイドル史に語り継がれる存在となったのは間違いありません。プライベートでは郷ひろみさんとの熱愛が話題になりましたね。1985年の記者会見での生まれ変わったら一緒になろうね発言は今でも語り草となっています。その後映画カリブ海のシンフォニーで共演した神田正輝さんと電撃結婚、世紀の結婚と呼ばれて大きな話題になりました。1986年には長女の神田沙也加さんを出産、結婚、出産後は仕事を辞めるのが当たり前だった時代に、松田聖子さんはママドルの先駆者として活躍を続けました。30代に入っても1992年発売のあなたに会いたくてミーティング U がミリオンヒットを記録するなど変わらぬ人気を誇っていました。1997年に神田正輝さんと離婚した後は6歳下の司会の方と再婚するも、わずか2年で離婚。紆余曲折ありつつも歌手としての地位は不動のものでした。40代50代に入っても精力的に活動を続けている松田聖子さん、娘の神田沙也加さんとテレビやイベントで共演する姿が微笑ましく感じられた時期もありました。2012年、50歳の時に大学准教授の司会の方と3度目の結婚、同世代の方を見つけ幸せな家庭を築いているようです。2014年には新事務所フェリシアクラブを設立、50代になっても常に新しいことにチャレンジし続ける姿勢は素晴らしいですよね。松田聖子さんの所属するユニバーサルミュージックには上白石萌音さんや華原朋美さん、坂本冬美さんなど多くの人気アーティストが在籍しています。1996年にソニーミュージックエンタテインメントから移籍した際は大きな話題となりましたね。きっと新たな環境でさらなる飛躍を遂げたいという思いがあったのでしょう。そんな松田聖子さんに悲しい出来事が訪れました。2021年12月、一人娘の神田沙也加さんが35歳の若さで亡くなってしまったのです。神田沙也加さんは子役から活躍し、ディズニー映画の吹き替えなども担当するなど将来を嘱望されていた才女でした。しかしプライベートでは恋愛関係などで悩みを抱えていたようです。12月18日札幌市内のホテルから転落し帰らぬ人となってしまいました。娘を亡くした悲しみは計り知れません。松田聖子さんは現在も精力的に活動を続けていますが、娘を思う気持ちを胸に秘めながら歌っているのかもしれません。最近の写真を見ると痩せ細った様子がうかがえます。元夫の神田正輝さんも番組を休むなど心労が重なっているのではないでしょうか。一日も早くお二人に笑顔が戻ることを願ってやみません。さて、松田聖子さんの代表曲といえば赤いスイートピーが真っ先に思い浮かぶ方が多いかもしれません。しかし実はあなたに会いたくてミーティング U が
歴代シングル売り上げで1位なのだそうです。切ない恋心を歌った王道のラブソングが多くの人の心に響いたのですね。松田聖子さんがデビューした1979年といえば、ソニーがウォークマンを発売した記念すべき年。探偵物語や金八先生など名作ドラマも放送されていました。松田聖子さんはそんな時代の空気を吸収しながらトップアイドルへと成長していったのでしょう。デビュー以来常に時代の最先端を走り続けてきた松田聖子さん、これからも彼女の歌声が私たちを魅了し続けてくれることでしょう。心から応援したいと思います。ところで松田聖子さんといえば愛犬家としても知られていますよね。 SNS などでもワンちゃんとの写真をよくアップしています。ペットを大切にする姿からは優しい人柄が伝わってきます。また料理が得意なことでも有名です。テレビ番組に出演した際、手際の良さに驚かされました。多彩な才能を持っているのですね。そんな松田聖子さんの音楽は今もなお色褪せることなく輝いています。スイートメモリーやプレシャスハートなど90年代2000年代のヒット曲も名曲ぞろいです。最近ではジャズアルバム聖子ジャズをリリースするなど新境地にも果敢に挑戦しています。アーティストとして常に進化し続ける姿勢は本当に素晴らしい。60代になった今も第一線で活躍し続けるのは並大抵のことではありません。彼女の音楽に対する情熱と誠実さがあってこそだと思います。松田聖子さんの音楽は恋愛だけでなく夢を追いかけることの大切さや前を向いて生きる勇気など様々なメッセージが込められています。だからこそ年代を超えて多くの人に愛され続けているのでしょう。彼女の歌声に励まされ勇気づけられた人は数知れません。そんな松田聖子さんだからこそ娘さやかさんを亡くした悲しみも必ず乗り越えていけると信じています。新しいアルバムのリリースやコンサートの開催など今後の活動にも目が離せませんね。松田聖子さんにはこれからも素敵な音楽を届け続けてほしいです。そして幸せな日々を送ってほしい。私たちファンはいつまでも彼女を応援しています。松田聖子さんの音楽と人生に心からリスペクトを込めて今回は松田聖子さんの軌跡をたどってみました。デビューから40年以上経った今も輝き続ける彼女の存在は日本の音楽シーンに欠かせないものとなっています。時代が移り変わっても色褪せない名曲の数々、そして何よりアーティストとしての誠実な姿勢。松田聖子さんは私たちに夢を追いかけ続けることの素晴らしさ、音楽の力を教えてくれました。彼女の歌声がこれからも多くの人々の心に寄り添っていくことでしょう。松田聖子さんの今後のご活躍を心から祈っています。ここで松田聖子さんの人生についてもう少し深掘りしてみたいと思います。松田聖子さんはデビュー前から歌手になることを強く望んでいました。福岡県の田舎町で育った彼女にとって歌手になるという夢は周囲から理解されにくいものだったかもしれません。それでも彼女は諦めずに東京へ飛び立ったのです。きっと音楽に対する純粋な思いがあったからこそその決断ができたのでしょう。デビュー後瞬く間にトップアイドルの座に上り詰めた松田聖子さん、しかしそのプレッシャーは相当なものだったと思います。メディアのちょっとした発言も大きく取り上げられ、プライベートな部分までもが注目の的になる。そんな中でも松田聖子さんは常にプロ意識を持ち、ファンに最高のパフォーマンスを届け続けました。裏方スタッフへの気配りも忘れない、そんな仕事ぶりは今でも業界内で語り草になっているそうです。アイドルとして一女性として常に全力で生きてきた松田聖子さん、その姿勢は私たちに多くのことを教えてくれます。夢を追いかける勇気、そして夢をつかんだ後も謙虚な姿勢を忘れないこと、人として大切なことを彼女は音楽とともに伝えてくれているのです。そんな松田聖子さんだからこそ数々の苦難を乗り越えてこられたのだと思います。恋愛での紆余曲折、度重なる離婚、
そして娘を亡くすという悲しみ、どれも彼女の心に深い傷を残したことでしょう。しかし松田聖子さんは決して音楽をやめることはありませんでした。辛い時期も歌を通して自分の気持ちを表現し続けたのです。彼女にとって音楽はかけがえのないものなのですね。だからこそ私たちの心にも深く響くのだと思います。松田聖子さんの歌声は喜びも悲しみも全ての感情を包み込んでくれる温かさがあります。彼女の歌を聴くと勇気づけられる気持ちになるのはきっと音楽に対する真摯な思いが伝わってくるからなのでしょう。これからも松田聖子さんには素敵な音楽を届け続けてほしいです。彼女の歌声があればどんな時も前を向いて歩いていけると思うから。松田聖子さん、あなたの音楽はいつまでも私たちの心に寄り添い続けます。これからの人生も音楽と共に歩んでいってください。ファンのみんながあなたの幸せを心から願っています。ここまでは松田聖子さんの人生について音楽を通して考えてみました。40年以上にわたるキャリアの中で彼女は歌手として、そして一人の女性として多くのことを経験してきました。そのすべてが彼女の音楽に反映されているのだと思います。だからこそ聴く人の心に深く響くのでしょう。松田聖子さんの音楽はこれからも私たちに寄り添い続けてくれるはずです。たまにテレビで見かけることはあるが、おは打ちからした感は否めない松田聖子さん。略奪婚と言われた3度目の結婚生活も、前妻と子供に未練、タラタラの夫に幻滅して不仲の一途をたどり、一人娘の神田沙也加さんとは絶縁状態だったそうです。こんなはずじゃなかったと口癖のように言っているというが、全ては彼女自身が蒔いた種なのである。アイドルからママドルへ、デビュー以来欲しいものは全て手に入れてきた聖子さんだったが、その華麗な経歴は常に奔放な男性遍歴と背中合わせだった。米大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が11日、日本時間12日、オールスター戦に3年連続での出場を果たしました。ファン投票ではアメリカンリーグで最多の票を獲得するなど、敵地のシアトルでも主役の一人となっています。そんな大谷選手の虜になっているというのが、歌手松田聖子さんのようです。女性自身では、松田さんが野球好きの実母の影響で大谷選手にビビビッときたと報じられ、90歳母と現地観戦&ロスへの再移住も計画とも伝えています。松田さんは1990年に全米デビューを果たしましたが、結果は失敗。その後再トライするために渡米するも、現地男性とのスキャンダルが発覚したのです。結局神田さんとは1997年1月に離婚しました。各地で号外が発行されるほど注目度の高さを物語っていました。沙也加さんは松田さんが引き取り、仕事との両立を図るも、同年12月松田さんのバックダンサーだった米国人のアラン・リードによる「バックステージ・オブ・聖子松田」にて聖子さんと過ごした5年間の日々を告白しました。2年間にわたってアランさんが性的関係を拒み続けたことなど、実に刺激的な内容が暴露され、神田さんと婚姻時代に不倫をしていたということが裏付けられたのです。1997年、松田さんはエステ高野由里ビューティクリニックの CM でアランさんらとの行為をイメージさせるようなシーンを再現し話題になりました。これらのスキャンダルを逆手に取り、まるで自分のパワーに変えてしまうかのような強さを見せました。さらに1998年4月、アランさんは夜も奉仕しなければバックダンサーとして使ってあげないなどと松田さんに言われたとして、5000万円の損害賠償を求める逆セクハラ裁判を起こしたそうです。だが結局裁判は証拠不十分で却下されたものの、世間の大きな注目の的となりました。そんな最中の1998年5月、松田さんは先ほどにもあったように歯科医師と出会って2ヶ月のビビビ婚を遂げ、世間の度肝を抜いたのです。2000年12月、
松田さんはまたしても離婚、そして2012年6月に医師と3度目の結婚を発表し、現在に至る。常にスキャンダルと隣り合わせだった松田さん、60代となり、さすがに色恋沙汰は落ち着いたのだろうか。冒頭の大谷選手も、松田さんがスタジアムに駆けつければさらなる記録を生み出すことでしょう。松田聖子さんの事務所としても、使われていた建物の跡地に建設されたのはおよそ100坪の土地に地上2階地下1階建ての豪邸、グレーの立派な門構えの奥にはアイボリー調の邸宅が見えます。費用は一体どのくらいかかったのでしょうか。古い建物を取り壊して新築した費用は推定ですが2億から3億円でしょう。都内でも屈指の高級住宅街ですから、土地と合わせた資産評価は5億円と考えられます。この介護御殿の地下にはなんとレコーディングスタジオまで備えられているという。仕事を家に持ち込みたくないとこれまで自宅にスタジオは設けなかった聖子さんですが、コロナ禍で外出できない生活を送る中で考えが変わったようです。仕事とお母様の介護の両立が新居のテーマとなりましたと語っています。デビュー当時から聖子を知るカメラマンのヤヒモンさんと木春さんが語る、今日は喉の調子がすごくいいからレコーディング日和と話していたのを聞いたこともありますが、聖子さんは常にベストコンディションを重視します。状態次第ですぐに録音できる自宅スタジオは彼女にぴったりでしょう。そんな建て替え工事の最中、愛娘を失ってしまった聖子さん、悲しみを乗り越える中で、もう肉親と離れないという気持ちがこれまでないほど強くなっているようです。和子さんは90歳を迎える今でも格尺とした様子ですが、心配でないはずありません。最近聖子さんはこれまで以上に和子さんとの距離を縮め、まるで小さな子供が母に甘えるような態度を見せる時があります。聖子さんの性格からお手伝いさんなど他の人にお母様を任せるようなことはないでしょう。常に母のそばに寄り添いながらファンに向けて歌う聖子流の理想の介護を実現する新しい家が完成したのです。ですが先月開院したばかりの産婦人科が、その実家をある産婦人科医院が購入し、そのまま開業したのだそうです。産婦人科の院長は聖子さんのデビュー曲裸足の季節以来30年間ずっと大ファンだったんです。髪型も聖子ちゃんカットで、高校生になるとコンサートに通ってたぐらいです。院長は聖子さんを近くに感じていたいと、聖子さんが自宅を変えるたびに聖子さん宅の近くへと引っ越していたという。昨年の春、知り合いの不動産屋から聖子さんの個人事務所が取り壊されて駐車場になってしまうという計画を知らされた院長が聖子さんのお母さんに直接アプローチしたんです。あまりにも熱心だったので、お母さんも院長のことを気に入ってくれたんです。内覧会の時にはお母さんも訪れました。熱心な聖子ファンがこの豪邸を産婦人科に変えたようです。購入したのか賃貸かは未定ですが、賃貸の可能性が高いようです。いかがでしたか。今回は松田聖子さんの過去の出来事や結婚、実家の現状についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。